安田正史と的場浩司のセカンドベース。こんばんは、安田正史です。的場浩司です。よろしくお願いいたします。この番組は我々若手俳優安田正史と的場浩司がお送りしてまいります。さて、まだまだ新型コロナウイルス感染者数の数字に日々敏感になってしまいますが、皆さんいかがですか？最近少しはマシになりましたが、あの8月の猛暑酷暑の中、マスクをつけて現場に行ったり電車で移動している間に本当にほとんどの方がマスクをつけていらっしゃいました。もちろんそれはまずは自分が感染者であるという、発想のもと移さない、そして自分も移らないという考えであることは分かっていますが、まあ、なんでこんな暑いのにしっかりマスクをしているんだろうと違和感も正直どこかあります。ただやはり新しい生活様式の導入、ウィズコロナの一環だと割り切らなければいけないのではと自分に言い聞かせております。確かにマスクの他に新しい生活様式として3密を避ける、手洗いうがい、ソーシャルディスタンスなどが挙げられていますが、まあ、来年の夏もみんなマスクをしてあまり出歩かず離れてご飯を食べるのかって定着するのかなと、まあ、正直思ってしまいます。その答えはぜひ来年のこの番組で。なるほど、はい、はい。とはいえ今は新型コロナウイルス収束に向けてマスクの着用、不要不急の外出や3つの密の回避などを実践していかなければならないと思います。そして毎回の繰り返しになり、恐縮しますが、まあ、そんな中我々のこんな拙い番組をお聞きいただきましてありがとうございます。今回もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。そしてこの番組セカンドベースはこの放送後約1週間程度で、はい、皆さんここから新しくなりました。そうなんですよ。これまではうちの会社が、制作している番組、こちらの曲でしたらこのセカンドベースの他に愛され召し上がれ、ファントレタイム、輝きベビールーム、他いくつかあるんですが、それらの番組ではこのラジオ収録と同時に映像も撮影していただいているんです。そうなんです。今僕らがお話しさせていただいているスタジオにはですね、マイクの前にビデオカメラがあるんです。そしてこれまではこの撮影した映像を編集して再編集映像配信版として YouTube にアップしていただいてたんですが、先月からリメイクラジオと名称を変えさせていただきました。放送が約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひリメイクラジオセカンドベースで検索お願いいたします。皆さんリメイクラジオですよ、覚えてください。ありがとうございます。リメイクラジオよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは MJ50 のコーナー。この MJ50 は前の番組で僕が担当していたコーナー、マー君ジャスト50を、まあ、かっこよく英語で略しただけのもので、まあ、プチ一人旅が好きな僕、安田正史がですね、毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅とのその駅数が、必ず往復ジャスト50駅になるように、まあ、駅と帰りの使う路線を変えるなどして田端駅まで戻ってくる、そのルートをご紹介させていただくコーナーとなっております。はい。さて今回向かった駅は茨城県つくば市の、研究学園駅です。研究学園駅、はい、はい。まずこの研究学園駅の概要について、まあ、軽く、お話ししたいと思います、はい。開業はですね、まあ、結構比較的新しいんだなと思って2005年、あ、はい、平成17年開業だそうです。はい、17年、はい、はい。で所属は、首都圏新都市鉄道株式会社と言われる、会社の駅となっております、はい。そして乗車人員はですね、まあ、2019年度、令和元年ですねは、7367人だそうで、うん、まあ、開業から、駅周辺の、住宅商業施設の開発の、まあ 進展度合いなどに応じて、増加傾向にあるそうです、はい。なおですね、この研究学園都市はですね、つくばエクスプレス線では、最もつくばさんに対して最も近い地上駅となっておる、駅なんですね。まあ、天気のいい日には、見れ、あの綺麗に見えるそうです。つくばさんが、はい、はい。で行った理由なんですが、まあ、24にもなって恥ずかしいんですが、何ですか、はい。まあ、一度この学園都市というものに行ってみたかったんですね、はい。まあ、なんでかっていう詳しく話すと、名前がなんかかっこいいじゃないですか。学園都市、学園都市っていうそのなんか響きがかっこいいっていう、ただの、そういう理由なんですけれども、行ってみたくはなりますね。浅はかな理由ですすいません、はい。まあ、はい。早速ですね、ルートに説明に行きたいと思います。はい、お願いします。行きは、京浜東北線に乗りまして、田端駅から東京駅まで行きます。ここで8駅、はい。そして武蔵野線に乗り換えまして、東京駅から南流山駅、ここで15駅です、う
そしてつくばエクスプレス線の、区間快速ですねに乗りまして、はい、南流れ山駅から、目的駅の、研究学園駅ということで、7駅で合計すると30駅ということでですね、30駅、はい、はい、そして帰りは、同じくつくばエクスプレス線の、区間快速、研究学園都市駅から、今度はですね秋葉原駅まで行きます。ここで14駅です。はい、そして山手線の内回りに乗りまして、秋葉原駅から、田端駅に帰ってくるというルートで、まあ、ここは6駅で、合計しますと、帰りは20駅で、行きと帰り30プラス20で50ということで、ジャスト50で行けましたということで、今回なんかスラッと行けてよかったなっていうのはありますけれどね。はい、スラッと行った感じなんですか。はい、感想なんですけど、行った感想は、はい、まあ、駅前は、市役所とかスーパーなどはもちろんのこと、まあ、公園とかもあり、はいはいはい、まあ、住宅街もですね、まあ、非常に、まあ、近くですね、もうその駅からいろんなものがあって、はい、はい、もう立地がすごくいいなっていう印象は、勝手ながら思いました。住みやすそうですね。そうですね、はい、そしてまあこれもなんかすごい勝手なイメージで、もう学園都市というそのあるから、まあこの駅名も研究学園駅だから、なんかすごい研究機関の感じのイメージ たくさん立ち並ぶイメージだったんですが、そこまで多くはなく、まあ、あ、そうなんですか。はい、バスで行くといろいろあるんですけど、はい、その駅前ってなるとやっぱり どちらかというと、まあ、商業施設なり住宅街の方が、まあ、多く見受けられるかなという僕の中での印象でしたね。はい、じゃあちょっと行くとよりなんか、そう、なんか研究機関があって、研究機関というか、 なんか広い、中にポツンとなんか大きい建物があって、あれがなんとか会社の研究施設なんだなみたいな感じのいうのがあったりして、はい、あれが研究されてるんだっていう感じだね。そうそう、あ、ここで研究してるんかみたいな、ここが技術の集まってるところなんかなって思うと、逆になんかそれワクワクしちゃうっていうのはありましたね。確かにそうですね。そしてですね、行った時非常に天気も良く、はい、先ほど筑波山が綺麗に見えるということだったんですけども、はい、車窓からですねバッチリ綺麗に、見ることができ、まあこれも結構おすすめポイントかなということで、研究学園駅という駅名とは、はい、なんか本当にちょっとイメージが違く、本当に買い物もできるし、はい、山も綺麗だしなんかすごい普通にいい駅かなっていうのは僕は思いましたね。このジャスト50だと、あ、ジャスト50か、うん、50の倍ですけど、安田さん、うん、天気がいい日があまり当たらないじゃないですか。そうなんだよね。今回は良かったなと思って。そう、本当に良くて良かったなっていうのあって、もうこれも日頃のこの間かなと噛み締めつつ、まあね、はい、天気はね自分でどうにかできないからね。そうですね。この日に行くぞっつって雨が多いっていうね。いいな。車窓から見える山っていいですよね。うん、結構綺麗だったね。なんかほっこりしたっていうかね。はい、ということで皆さんもどうか立ち寄ってみてはいかがでしょうか。はい、以上今月の MJ15 のコーナーでした。モッケダの山形。さてこのコーナータイトルの中のモッケダのは山形の方言でありがとうという意味で、標準、ありがとうという意味だそうで、標準語に直しますとありがとう山形ということで、まあ、孔子くんに、ふるさと山形の魅力を、紹介していただくコーナーです。では孔子くんお願いいたします。はい、今回は、前回予告させていただいた通り、山形の出羽三山と信仰について、はい、調べてまいりました。はい、こちらサイトによりますと、自然豊かな山々が印象的な山形県には、その山と人とが深く結びついた信仰があります。山形県中央部に位置する月山、こちら標高1984メートル、そして羽黒山標高414メートル、北部に位置する湯殿山、標高1504メートルは、出羽三山と呼ばれる、古来より神の宿る聖域として信仰を集めてきました、はい、ということだそうです。僕はですね、こう山形県の自然が多いのはすごい誇りに思ってたんですけれども、うん、それと同時にこういった信仰が強く長く古くから伝わっているんだなということを感じまして、うん、出羽三山すごい僕ももともと興味があったんですが、はい、出羽三山には3つの神社があります。ほう、羽黒山は出羽神社っていう、出羽神社ですね、出羽神社という山、はい、こちらは出羽三山の出羽と同じ字になります。字なんだけど、はい、言い方違うんだね。そうです、出羽神社です。
で月山には月山神社、はい、そして湯殿山には湯殿山神社があります、はい、でですねこの出羽三山っていうのはですね出羽三山の信仰にはですね生まれ変わるっていう信仰意味合いがありまして、ほう、その山々にその3つ山があるんですけれども、その3つを制覇といいますか、こう登って、うん、そこに神社にお参りするのを3つやると、うん、生まれ変わると言われているんです、うん、なので昔からその山伏って言って山でこもって、うん、そういう行をする人たちが、山伏という方々がよくこぞってこの出羽三山で修行したと言われております、うん、でまたこう羽黒山、そのそれぞれ現在過去未来という意味合いがありまして、あ、その生まれ変わる中のでの、羽黒山は現在という意味があって、月山は過去という意味があって、湯殿山は未来を表していて、はい、それぞれこう現在から過去から未来にかけてこう巡っていくっていう流れがあるそうで、これ聞いてすごい面白いなと思ったんですけれども、確かにさすがにそんなに登れないよというか、ね、1日で登ることは無理だもんね、これ2000メートル以上ありますから ね、 そ、 うだよね。そこでですね、うん、実はですね羽黒山にはですね、うん、三神合祭殿って言われまして、三神合祭殿の字はですね、漢数字の3ですね、漢数字の3に神様の神、はい、そして合わせるが合、はい、でそして祭りで殿と書いて、はい、三神合祭殿という社殿という、はい、神社がありまして、はい、そこにはですねこう出羽三山の神様それぞれ祀られているわけですが、それらがみんな集まった、そこ羽黒山のでこう、三神合祭殿に行くことによって、その出羽三山全てをこう信仰したっていったことになるということで、まとめたみたいな感じね。そうですね、なるほどね。これやっぱりその体力的な問題もありますし、まあね、しかもねなんか調べてきた中ではね、はい、冬には雪が降っちゃうしね、冬が、そうですね、羽黒山も実際雪が降るんですけれども、まあ、登れる時もありますし登れない時もあるんですけれども、ただその羽黒山は414メートルっていうことで、うん、登りやすい、比較的登りやすい山なのかなと思います。あ、なるほどね。また僕はですね羽黒山をおすすめしたい理由があります。羽黒山、はい、羽黒山はですね鶴岡市にありまして、はい、鶴岡市の、鶴岡市から庄内交通バスが出ておりまして、はいはいはい、庄内交通バスで羽黒山行きに乗っていただき、はい、随神門のバス停で下車すると、はい、そこに巨大と言いますか、こうなんて言うんでしょう、こう石段があるんですよね。おうおうおう、結構羽黒山だと有名な石段でして、はい、その数なんと2446段あります。結構あるね。結構ありますよね。登るね僕中学校の時かな、登らさせていただいたんですけど。あ、登ったんだ。登りました、登りました。2446段、すごいね。結構時間かかりますね。でしょうね大体2時間かかったかな。でも観光があるんですよ。あ、まあまあまあらしいね。そうなんですよ。その山道が、山道といいますか、その石段が2446段あるじゃないですか、うん、でそれを登りきるだけが行じゃないんです。行と言いますか、ね、行というかね、登るだけで終わるだけ、ね、ないんですよね。途中にね、その周りが杉でこう囲まれていて、うん、登っている最中にその杉の間をこう石段を登っていくっていうのがですね、いいね。またちょっとこう気持ちが晴れやかになる感じがある、ね、なんかすごい自然感じられていいね、それ。そうですね。またこう途中にですね、うん、五重の塔があるんですよ。お、五重の塔、国宝に指定されている五重の塔がありまして、うん、すごいこういきなり出てくるんですね。結構登っている最中に、登っている最中ちょっと左側だったかな、ちょっとそこが曖昧なんですけれども左側の空間がこう空いてまして、うん、そこに巨大な五重塔がドーンと立ってて、まだ途中なんですよ。まだ石段の途中なんですけれども、ただその時はですねすごいこう晴れてた日だった覚えがあって、こう杉に囲まれてるわけですよ、真ん中に、そうだね、周りが、うん、ただ五重塔がこう立ってる、そこにこう光がこう差すっていうのがあって、神々しいね。なんかそうなんですよね。五重塔って結構日本全国どこにも結構あるんですけれども、まあね、あるところはあるしね、うん、でも本当にですねこう行ってみるとちょっと神聖な気分が感じられると思います確かに。
でまたこう石段を登っていくわけですよ、ちょっとずつね、うんうん、そして社殿に行ってお参りをすると、うんはい、それがですねアグロさんを楽しいスポットです ね、 しかもねそのさっき言ったね三神鉱山祭で ね、 行けばね三つの山を登ったこと になるっていうね、はい、こともなるしいいねそれはいいですよね、うん、またちょっと話が別になってしまうんですけれども、うん、山にこもり修行するのを山伏と先ほど言わせていただいたんですが、まあね、僕ちょっと山伏に憧れがあるんですよね。あったんだ。ちょっとこう修行やってみたいなって ありませんか。まあでもねこの前なんか滝をやったりとか言ってたもんね。あそうですそうです、ちょっとずつねちょっとかじってみるみたいな、ちょっとやってみたんですけれども、うん、調べてみると僕まだやってないんですけれども、この山伏にはね、そうです、その羽黒山では山伏 の、 修行体験があるそうなんですよね。そうなんだ。はい、塩装束っていう、要は白いなんていうんですか、真っ白の着物っていうか何なんだろうね、を着るんですよ。なんか僕これそれを見た時になんか僕サッカーだと結構背番号背負うじゃないですか。なるほどね。なんかそういう戦いに行くぞみたいな、そういう感じなのかなという、まあ、清掃みたいなもんだもんね、修行する人の、ね、多分、うんうん、そういうところなのかなって思って、うん、結構、うん、それを着ることによってなんかこう変わるのかなっていうところが感じたりとか、そのプランがまたあるんですよ。その体験にも日帰りプランで1泊2日プラン、うん、そして2泊3日プランっていうのがあって、うん、その調べて日程は、うん、年に1回、うん、羽黒山で、うん、開催されておりまして、うん、でも今年は9月4日からあったそうで、もうすでに今日が放送される日はもう過ぎてしまっているので、来年になってしまうんですが、うん、ただですね、その来年やってみたいことでやってみたいと思いまして。なるほどね。で調べてみるとですね、この内容自体は何をするかっていうのはちょっと詳しくはちょっと長くなってしまうので調べてみてほしいんですけれども、うん、こう例えば近いところだったらひげを剃ったり化粧をしたり、うん、今だったら結構携帯使うじゃないですか、うん、皆さんどこでも使っちゃうですが、ね、うん、それを禁止というかやっちゃいけないんですよね、やっちゃいけないって書いていて、ちょっとこう気持ちと言いますかね、ちょっとそれを属性にね、そうですね、それを体験することによって、ね、そういったそういった生活からちょっとね一歩置いてちょっとこう神聖な気持ちを味わえるのではないかと思いまして、なるほど、これやってみたいなとやってみたいなと言いますか、やってほしいなというか、あーまあ確かにね、修行ねやってみたいですよね。確かにね、なんかね新たな自分ね、さっきも言ったけど生まれ変わる感じもするかもしれないから、うんね、うん、まあ滝行もそうですけど ね、 ね、熱く語るね修行に対して。修行もそうです。でもやっぱり好きなんですよね。まあでもね、そうやってさ自然に触れながら何か自分をさ見つめ返すその時間っていうのはやっぱ大切な時あるよね、はい、なんかすごい、そうですね、真面目なことを言ってしまったけれど、はい、うん、大切です。僕神社とかもやっぱり好きで、うん、いろんな神社、先ほども湯殿さん神社とか、うん、話させていただいたんですけれども、うん、神社に行くとまたちょっとこうなんかこう向き合う時間があると言いますか ね、 あ、まあ、ね、そういったこともあるので、僕神社とかこういった山とかももしくはこう信仰とかもすごい好きなのかなと最近思っております。なるほどね、気づいたんだ ね、 そうね、気づいてしまった。気づいてしまったかもしれない、ね、もしそのねこのなんだ山伏か、はい、山伏体験したらね、はい、ぜひねそのなんか報告してよ。あ、分かりました。そうですね、こんなことがありました。ちょっと変わってきたかもしれない。その生まれ変わってるかもしれないから、ね、僕がちょっと生まれ変わってきてちょっとこう一皮むけてるようなね、コウシ君変わったなってなるかもしれないからね。あ、山伏行ってきた。行ってきたでしょ。なるほどね、行ってきたでしょ。分かるぐらいに変わってるかもしれないから、ね、そうですね、はい、はい、ぜひですね、はい、ということで、はい、以上、モッケダの山形のコーナーでした。お楽しみプレステージ、このコーナーは僕自身が今、今後見に行きたいと思っている舞台などの上演情報を、僕の好みというかいわゆる、独断と偏見でご紹介させていただくコーナーになっております。はい、今回もですね2作品、ご紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。1作品目は私の耳、公演日は9月9日から9月18日までの予定です。場所は新国立劇場小劇場です。出演者はウエンツ英二さん、シュリーさん、岩崎う大さんが出演されます。はい、
この作品はですね、3人芝居の、3人芝居の、うん、公演なんですけれども、うん、私の耳って何ってまずならないですか？確かに何私の耳ってどういうことなんだで僕は実際そのホームページとか見て内容を見て拝見させていただいたんですけれども、うん、内容はこう内気な青年が恋をして、うん、その恋に対してどうやって向き合っていくかっていうそういう内容なんですよ、簡単に言うと、うんうん、ただホームページだと最後まで書かれてないじゃないですか、まあまあまあね、あらすじみたいなもんだから ねなのでこう私の耳って何ってまず、なんか関連性ないよね、そのあらすじの書き方だとね、私の耳がどうとかって書いてないんですよ、なんか耳がキーワードなのかなっていうぐらいだけどね、うんうん、そのさっきのねそのあらすじのね言い方だとね、はい、へそうなんですよ、それは気になるわ私の耳あと私の耳に関連してこの9月18日までの後に、うん、私のあなたの目かあなたの目っていう公演もありまして、それはまた別の公演なんですけれども、うん、ただこの私の耳って何っていう目とか耳とか何、ね、そういうこと であとですね、僕チラシこの目チラシをポスターみたいなもんでしょ、ポスターね、そのチラシがポスターのイラストが書いてるんですね、うんうんうん、要は耳をこう引っ張ってたり耳を塞いでたり、まあ、いろんなその耳を触ってる人たち3人がこうイラストで描かれてるんですよ、それがですねちょっとこうなんて言うんでしょうね、こう今にないような今にないようなというかこう手書き感といいますかね、ちょっとこうナビ書きされているようなそういったポスターで、なるほどね、なんかこう興味が湧いたといいますかね、その3人いるんでしょ、3人でいます、みんな違う感じで耳を触ってるって、そうですそうですそうです、なんか俺それを聞いて一瞬日光のさ3、はいはい、見ざるとかあるじゃん、あんな感じなのかなって一瞬思っちゃったけどね、そうあかなって一瞬思っちゃったけどね、わかんないですけど、まあ、確信はないですけど、なんか確かにそうですね、かなって一瞬思っちゃったけど、なんかそれにパロディーなんかなみたいな感じだったけど、まあわかんないけどね、ちょっとそこも確かに楽しみだなって感じなんですね、それもね踏まえてもういい絵っていうかね、はい、ですね、イラストですね、そうですね、はい、で、2作品目はですね、はい、真夏の夜の夢、はい、公演日は、10月15日から10月28日までの予定になっております、はい、場所は東京芸術劇場プレイハウス、出演者は鈴木杏さん、北野キーさん、はい、他多くの方々が出演されております、はい、この作品はですねシェイクスピアさんの、作品なんですけど、あこれを聞いたことありますか、真夏の夜の夢、ね、聞いたことあるぐらい、あ見たことはないけれども、どんな内容かもちょっと分かんない、結構ね、恋話といいますかね、恋、あと男女間の恋と、うん、プラス妖精が出てきたり、妖精さん、へー、喜劇作品なんですけれども、あそうなんだ、へー、結構よく知ってるねそう僕前にですね、この作品はですね学校の授業で取り上げていただいて、その書いてるセリフとかを使って一緒に演技したりしたことがあるので、うん、結構そういうところでね、知ってる作品なんですけれども、なるほどね、結構多くの劇団の方々がねやられてる作品なので、それに僕新国立劇場ということで、あ違う東京芸術劇場ということで、うん、気になるね、そう、その大きなところでどんな、ね、うん、真夏のような夢になるのかなと思いましてこの作品選ばさせていただきました、はい、この状況なのでホームページなどを見てぜひ見に行かれる方は調べていってください、はい、以上お楽しみプレステージのコーナーでした。皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。それね、今回はね、はい、スラッと終わってしまったけど、なんかね、なんだろう、山伏のね、感じのね、はい、ぜひね、コシ君来年はこそ行ってねっていう思いを込めて締めたいと思います。確かに山伏行ってみたいなと思います、はい、はいはい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。